はい、おはようございます。おはようございます。広島の中西と言います。鳥取の塚沢です。鳥取の上田です。はい、今日はですね、私瀬戸内側なんですけれども、日本海側の中海というところに血の次に来ています。ここはどんな場所ですかね、中海は。はい、中海というところは、淡水と海水が混ざった釣り場であります。これからたくさんのチヌが釣れる宝庫と言われるような場所であります。今の状況ですけども、本来は、境水道の方で、やりたかったんですけども、のっこみが終わってアフターの、チヌになってますので、チヌが餌を求めてどん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 奥の方に入ってくるということで、まあ、ここを選びました。はい、じゃあそういうチヌの宝庫と言われる場所だそうですけれども、今日は一日ですね、たくさんチヌが釣れるように頑張りたいと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。はい、そうしましたら本日の巻き餌を、作っていきたいと思います。本日はですね、チヌパワー麦、これがベース餌として使います。まあ、収穫力もありますので、まあ、これが普通の、ベース餌になります。それでですね、境水道は本来、潮が早いんですけど、早いんでこれを対応するんですけど、チヌパワー日本海っていう地中のあるものを使って、潮の対応策として使うんですけども、今日はちょっと遠投せなきゃいけませんので、遠投用としてこれをちょっと使いたいと思います。あとですね、この爆寄せチヌ、これはもう収穫力がすごいんで、これを入れて、まあ、チヌを寄せたいと思います。そしたらまずこのチヌパワー麦を入れます。全部もうザーッて入れてしまいますね。で、私の場合はもうすべて粉の状態で入れていきますので、これも入れていきます。爆寄せチヌですね、これも入れます。おっと、はい、この状態でですね、一回混ぜます。全部の比重が違うもんで、ここで水がない状態で粉をしっかりと混ぜ合わせると、そうすることで均一な比重が重たいのと軽いのと混ざりますんで、この状態でまずしっかりと混ぜ合わせることがポイントだと思ってます。そうしましたら水をですね、入れていきますけども、今日はまあ目安としては4リットル入れますんで、これを一気に入れますとちょっと混ぜにくいというか、いい仕上がりになりませんので、少しずつ足しながら混ぜながらしていきたいと思います。まあ、こんなもんですね。下から上に上げるように、混ぜるように粘りが出るまで続けます。水はですね、少しずつ入れてもらった方が偏りませんので、均一に、水分も均一に、それからなるように、硬さが柔らかいところや硬いところができちゃいますので、水は少量ずつ入れた方がいいです。はい、だいぶ粘ってきました。
で下の方がですね、あの粉になっちゃいますんで、しっかり下の方も混ぜて、まだ粉がありますんで、だいぶ混ざってきました。ちょっと端っこの方がやっぱりなかなか混ざりにくいんで、しっかり水を足しながら、はい、大体こんなもんでよろしいかと。そうしましたらこちらのバッカーに移していきますんで、あの大会とか出られる方は、これはあの空気を抜きながらあの詰めるといいと思います。あの粉の餌ですけども、水を入れれば生の餌になっちゃいますんで、あの酸化が早くなりますんで、空気に触れないように空気を抜きながら大会に行かれる方、持って行かれたらいいと思います。オキアミはですね、チヌの場合はカットしません。収魚剤も比率から言ったら収魚剤が多いので、あの十分円筒はカットしなくてもできます。でなるべくチヌにオキアミを見したいので、僕の場合はカットをせずにもう丸々つけたまま、あの丸々の状態で飛んでいくようにして作っております。でこういった状態で最後激アラですね、激アラの方を、まあ、こういう風な上に置いて少しずつ尺で潰しながらほぐしながら使っていくと。でこのコーンとかも刺し餌として使えますので、まあサナギも、はい、粒が入ってますんでね、これも刺し餌が餌というかきつい時なんかはもう有効なんで、こういうのも刺し餌に使います。使い終わった袋ですけども、これは風などに飛びますので折りたたんでですね、こういうふうに折りたたみまして、まあこういう状態にしていただければ、風にも飛びにくいですし、このまま、まあ、持って帰って捨てていただくという形がいいと思いますので、ゴミを飛ばさないように気をつけてください。チヌじゃ。一投目から来ました。おお、言い方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 です。まあさすがです。釣れますね。でかいでかい、45超えてますね、45ありますね。ありがとうです。深海の地の深海の地の来ました。はい、ですね、まあ巻き餌を何倍か入れといてですね、で仕掛けを1投目、入れたらですね、いきなり
ナイスサイズのチヌが釣れてくれました。さすが中海ですね。ですね、今棚はですね、まあ、二枚塩のズレも計算してちょっと浮き下を深めに6メーターぐらいにしてるんですけど、仕掛けを入れて馴染んだらすぐにもう当たってきたっていう感じで、ちょっと上釣り気味かなという状況でした。で、刺し餌はですね、まあ、様子見で、とりあえず食わせ置き網、スペシャルチヌと、それをつけております。で、遠投するときはですね、どうしてもこの頭がついとるとここがこう右入れをしてですね、針から刺し餌がずれやすいので、なるべくこの風の抵抗を受けないように、仕掛けを投げるときに抵抗が少なくなるように、私の場合は頭を取って頭側からこうなるべく小さく刺すと、こういう付け方を基本にしてます。ただ目立たしたいときとかはですね、頭つけたり背掛けにしたりと、まあどんどん変えていきますけど、基本はこれで様子を見ます。お、素晴らしい。やりましたね、塚澤さん。この食わないタイミングでさすがです。あら、変なとこ行くわ。よしよし。よしよしよし。わかりました。ちっちゃいですけど、とりあえずチヌの形してますわ。チヌの形してました。よかったです。ずっと流していって潮がちょうど反対に変わるような場所、よれた場所があるんですけど、あそこまで流してあそこで食いました。ずっと当たりがなかったんでちょっと流してみようかなと思って。スーパーハードですね。はい、入った入った。来た。来ました。まあまあ40オーバーぐらいですね。よいしょ、来ました。あ、結構ありますよ、結構あります、結構あります。スーパーハードに活石爆剤、これをまぶして、アピールをちょっと高めた刺し餌ですね。それに反応してくれました。ちょっとこういう今まあ潮が引いていって食いしぶっとるんですけど、そういう時はやっぱり効果が出ることが多いですね。これはですね、ちょっと割と大きめの潮がまあ生きとるというか多少動くとこですね、そこにダイレクトに巻き餌を入れて、まあ仕掛けを合わせていって馴染んでちょっとしたぐらいにもう当たってきました。来た。ネギ餌です。よいしょ、おい、出ました、50オーバー。でかい、でかいっすわ。いや、いや、よかった、ありがとうございます。素晴らしい。ネギでか、ネギで。マジっすか、
赤の方おこれが釣れるとやっぱり北海がありますね。ここはね、あの沖でね、割と餌取りの活性が高いんだけど、沖網が全然通らなくなったんですよ、突然。これで試しにネリエの、あの赤い方ですね、あの公衆魚レッド、あれが餌持ちがいいんで、それをつけて入れて、そこまで入れてちょっと待ち気味ですね。待ち気味で行ったらぐーっと持ってったっていうか、ね、はい。いやー、おこれは稚魚じゃな。チルですうわわわうわわわ変な形になったよっしゃ、おお、でかいでかいもっとあろう。50ぐらい？そうじゃろ。大きいよ。やりました。ありがとうございます。なんとか釣れました。あのちょっとさっきから餌ずっと取られとったんで、ちょっとずつ浮き下調整していって、ちょうど浅くしていってあった感じですね。ちょっと魚が浮いてるかもしれませんね。当たりは小さかったんですけどね、ちょっと掛け合わせてみたらかかりました。栄水道のチルの特徴は顔があんまり大きくなくて、体高があるのがそれでなかなか引きが強いっていうので、やっぱり釣っても楽しい。よいしょ、ありがとうございます、うん、2、3頭前から、潮が左から右になったんですよ。で、まあずっと同じ仕掛けでは取ったんですけども、まさ、あ、1本ぐらい、1本ちょっとの棚で、まあ誘導の、B で浮力はガンダム1つ B 打ってずっとやってたんですけども、ちょっと餌取りがきついですし馴染みが悪いなと思いまして、ガンダムの G の4を張り上30センチのところにちょっと打ちまして、投入したところこいつがヒットしました。よく引きましたね。やっぱり引きますね、よくね。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。いやちょっとのっこみ終わってですね、はざかいの時期でなかなか厳しい釣りだったですが、どうですか今日は。はい、朝チルの宝庫と言ってしまってちょっと申し訳ないような感じだったんですけども、まあそういう状況であってもやっぱり数が釣れたっていうのがやっぱり栄水道のやっぱポテンシャルを感じた今日の一日でした、うん、はい、楽しかったです。で僕の方もちょっとなかなか釣れずに苦戦しましたけども、まあ一応顔が見れてよかったですが、やはり栄水道のチルよく引きます、今日ですね、厳しい中でもポツリポツリと型を見ることができたんですけど、今日の当たり餌、これはどんな感じですかね。はい、今日私は食わせ沖網スペシャルと、スーパーハードと食いしぶりイエロー
3種類使わせていただきましたけども、残念ながらちょっとあの練り餌では釣ることができませんで、食わせオキアミスペシャルとスーパーハードで、2枚、釣りを釣ることができました。上田さんどうですかね。はい、私もですね、食わせオキアミスペシャルとスーパーハードとあと V9 のあの赤い餌ですよねの L を使って、あと食いしぶりイエロー、この4種類でローテして使ったんですけども、まあ来たのは結局硬い餌のスーパーハードだったということですね。私もあの、まあ、同じくですねスーパーハードでも釣れたんですけれども、餌取りが多い時にですねこの練り餌甲州魚レッド、これあの粘りが強くてですね割と餌取りにこう通りやすいということで、これで一番大きい稚魚を、そこで釣ることができました。でまあこれからですね稚魚の活性も上がってくるんですけど、餌取りもさらに厳しくなります。そういう時にですね最近非常にいい強化が出ているのがこのおすすめ、クワセマルエビイエローです。これですね、まあ、色がイエローで目立って活性の高い稚魚に対するアピール力が強いというのと、あと殻付きですのでフグとかですね、そういった餌取りに対しても射精が通りやすいということで、なかなかいい効果が出ますので、これは必ずですねクーラーの中に入れといて差し入れローテーションに組み込んでいただければ、はい、もっといい効果が出ると思います。はい、はい、勉強になります。それじゃ あ今日はですね、型が釣れてしかも非常に強い引き、これを楽しむことができました。どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。